並みハイウェイって感じ。すっごい可愛い。からの景色すごいね。の温泉って感じ。でめっちゃ美味しい。で座るとにおってくる。美味しかったね。お腹すいた。すいたね。もうちょっと？もうあと2分。2分？うん。この辺ものどかでいいね。ね。駐車場に書いてる。書いてあった？え、入れるこれ？幅は大丈夫。あ、なんかすごいね。ね素敵。なんかすごい素敵なとこじゃない。ねえ。かわいい。ちょちょ。ちょちょ。あ、私のスコーンが。本当だ。安い。チョコレートスコーンと、はい、あのほうじ茶とホワイトチョコレートのスコーン2つずつで、はい、ありがとうございます。パパ、どれにする？これ、ステンドグラスが綺麗だね。駐車場いっぱいかな。そこ？あそこかここかじゃね。美味しい。いっぱい食べて。
美味しい、うん、食べていいの？ゆいのいちごのフルーツケーキだね。本当はさ、モンブラン食べたかったじゃん。あのなんかぐる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 なってるやつ、すごい大きいやつか、うん、午前中で売り切れるんだって。早いね。限定10個ぐらい、だからすぐだね。オープンと同時に来ないと多分食べれない。じゃあこれ食べてどうするか考えよう、食べながら、うん、景色すごいよね。景色がいいね、うん。いいね、こういうところに車止めれるところがあるのいいね。うん、ピーって書いてあるからね。今日さ、うん、何も買ってないじゃん、夕食。でも結構あるよ。これ昨日さ、うん、食べようと思ってた馬刺しがメインでしょ、うん、っていうよりにはあの昨日のソーセージ、なんか味のついた揚げ、うん、でタケノコご飯でしょ、うん、でほら余ったタケノコ炊いたやつ、椎茸とピーマンを炒めたやつ、うん、ほうれん草のおひたし、これ十分だよね。まあ十分でしょ。冷蔵庫がすっきり。ちょうどこれでも食材はなくなったよ。旅行中めっちゃこれ使う、アイラップ。だからもうこれこのままチンってするからね。うん。ゆりが変な時間にお眠になっちゃったから、ちょっと先寝かそう。少しね。じゃあ私たちだけでも食べますか。うん、いただきます。いただきます。馬刺しでしょ。いただきます。おいしい。おいしい。何の臭みもないよ。へえ。すごいおいしいね。あのお肉屋さんだから。この。どこでもこんなにおいしいの？お肉全然何の臭みもないよ、生なのに。うーん、ちょっと待って待って、私用意してなかった。あ、これね。この美味しい日本酒、うん、いっぱいついちゃった
美味しい今日おかずもいっぱいあるからさ、うん、結構栄養バランス取れてるじゃん。ねえ、ね、いっぱいあるね。今日日本酒空いてしまうかもしれない。さなびか、基礎綺麗ね、さすがにね。まあ立ち寄り温泉も良かったけどさ、うん、何よりもあの山並みハイウェイが素敵だった。うん、めっちゃ良かったね。であんな綺麗な景色がさ、ずっと続くんだよ。よよよよよよよ、うん、余裕だよね。そして RV パークのおじいちゃん、うん、おじいちゃんって言ったら失礼か、じいじ、あ、一緒か、じいじRV パークめっちゃ良かったよね。良かったね。じいじと離れるの寂しい。 RV パークのじいじよ、熊本のじいじと離れるの寂しかったの。うん、まだ懐きすぎでしょ。今日はさ、もうまたご飯食べて寝るだけだからさ、うん、ゆりがさ、さっきもう寝ちゃったからさ、多分今日すぐには寝れんじゃん。そうだね。あれだったらテレビ見る？テレビっていうかモニター？じゃあなんかモニターでなんか見よっか。またアンパンマン。またアンパンマン。うーん、ママ違うのが見たいパパももうアンパンマンいいから。しんちゃん起きて。おはよう起きれそう？もうちょっと寝る？あと5分？さっきも言ったじゃん。あと5分ね。うん、うちの抗菌ママはい、まだ寝る？まだ寝る？はい、いいよ。じゃあパパと寝てて、でもうちょっとしたら起きてね。ほんとよく寝るね、うちの子は。もうねえ、もう9時なんですけど、ちょっと疲れが出てきたかね。もうちょっとだよ。気持ちいいね。気持ちいいね。近隣湖を見ながらのすっごい遅い朝食。そうだね。どう、ゆいの好きなクロワッサンの味？うん、うん、なんか蜂蜜の味。蜂蜜の味する？どう？椎茸とモンジのとこ合う？すごい美味しい、お肉のやつ。へえ、何のお肉だろう、何の肉かな、一瞬ちょっと分からなかった。でめっちゃ美味しい。あ、そう、絶対しんちゃん好き。へえ、まったり。ゆふだけどれだろう、あっちの方。あっちか、うん。アトムのユリだ。いいね。
サイズ的にもちょうどいいじゃん。ちっちゃいのあるね。うん、うん、そうだね。熱いって冷たいのが欲しいね。なめらかチーズケーキ欲しい。これもいいね。このチーズすごいかな。え、めっちゃふわふわ。めっちゃふわふわ。そうなん、よかったね。パパ、これこの2つからめっちゃふわふわ。よかったね。この旅行さ、1回でいいはずだったんだけど、うん、1回目が早すぎた。早すぎたか。ちょっと勘違いしとった。うん。でパンパン。これ開けて。すごいパンパンだね。うん。まあ、でも今日やっとけば、帰ってからさ、この大量の洗濯物さ、疲れるじゃん。うん。今時間あるからさ、うん、チェックインまで、うん、今のうちにちょっと全部やってくるね。そうしよう。座る。こっち座る。いいね、田園風景っていうのも。いいね。うん、そして座ると寝たくなる。寝たくなる、うん、今からお風呂入ろうと思ってるんだけど。あ、ほら、電車来る、電車。来た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 。え、かわいい、なんか赤い電車。ほんとだ。いちごの電車だね。いちごの色の電車。行った、バイバイ。姉ちゃん、見て見て、ユリも即前室みたいに座る。どれこれ。本当だ。食前オレンジジュース。うん、これもじゃあ持って乾杯しよう。乾杯しよう。まだ、かわいいんで。ミッキー乾杯。ミッキー、ミッキー、いや、そっか、ミッキー、チュンチュン、頼む。頼む。梅酒美味しい。うん、うん、オレンジジュース美味しい。うん、うん、あ、ここ危ないね。大きいね、これ。かわいい。ユリオさん、お子様ランチすごい美味しそうだね。パパ、お子様ランチもりもり。豪華。久しぶりだね、こういうさ、うん、食事。そうだね。私、こういうの大好き。いいよね。うん。パパ、これ好き。多い、うん、多い、うん、ちょっと全部は絶対食べきれないけど、うん、食べたいのだけ食べたらいい。いっぱいあるから。いや美味しいね。楽しい旅行だったね。計画旅だったけど、ほぼ、うん、でもキャンピングカーがあったらさ、うん、なんとかなる。なんとかなったね。本当になんとかなるって改めて思った。うん、次は夏？こんだけの休み取れるなんて。まあここまでじゃないにしても長い連休はお盆か、うん、そうよね。ちょっと避暑地を求めて北に行く。そうだね。ねえ、また計画立てついてようか。大雑把な計画だけ立てていこうか、うん、ねえ。デザート食べたら、うん、お
酒持って帰って、うん、お部屋でゆっくりしましょうか。そうしましょう。美味しかったね。もうすでに温泉4回は入ってるよ。たくさん入ったね。入っちゃ出て入っちゃ出て繰り返してるからね。Thank you.